高松の宮城店の磯です。お願いします。はい、というわけで、まあ、騙されてしまった方々もね、まあ落ち着いて、まあ、僕のね競馬予想を聞いてほしいんですけども、まあ、あれもね、まあ、僕自身なんで、まあ、ギリ詐欺じゃないかなというふうに思ってます。はい、というわけで、まあ、今回ね高松の宮記念なんですけどね、難しかったですね。まあ、本命不在というか、まあ、一番人気の予想もねコロ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 ね、まあ、主要サイト新聞によって違って、まあ、読めなかったんですけど、僕は早い段階からね本命決めてましたね。というわけで、今回の高松の宮記念なんですけど、見えちゃいましたね。今回の高松の宮記念、勝つのは、レシステンシアです。はい。まあ、簡単に説明するとね、まあ、レシステンシア、まあ、強さはね、もちろんのこと、まあ、距離もね、問題なしですね。うん。まあ、阪神カップとね、まあ、高松の宮記念は、まあ、相性もいいし、まあ、あの強さならね、普通に勝っちゃうんじゃないかなってね、思います。うん。で、まあ、16番枠なんですけど、このまま、そんなに点が入るわけではないので、まあ、包まれずにね、いけるんで、まあ、いいんじゃないかなと。うん。まあ、そんな鼻に戻る必要もないんで、まあ、3、4番手ぐらいでね、3、4番手ぐらいですけど、気持ちよくいけばね、まあ、おのずと結果はついてくるかなと。うん。まあ、そうね、包まれずに済むし。まあね、まあ、左回りもね、いけるんでね、まあ、中京初めてでちょっとね、どうかって思ってる人も多いと思うんですけど、まあ大丈夫でしょうと思います。このメンバーならね、G1、レシステンシアがいいかなっていうふうに思いました。金量とかもあるんですね。はい。で、まあ、他の馬なんですけど、まあ、なんでダノンスマッシュにしなかったのかって話なんですけど、まあ、香港スプリント勝つっていうのはやっぱ本物ですよね。すごい強い馬なんですけど、まあ、やっぱりね、僕はあのダノックスのままで G1 で本命にしたくないんですよ。どうせ来ないんで。うん。まあ、香港はまあ海外だから例外として、まあ、国内の G1 でね、まあ、ダノンドームはね、まあ、勝たないかなと思うんですよね。うん。まあ、ダノンファンタジーぐらいですか、最近だと。うん。なんで、まあ、なんかこけそうな気もするなと、ダノンスマッシュは。うん。前もこけたし。うん。でもまあ、強いとは思うんで、一応香港スプリント勝ってる方だからね、そんな軽視することもできないんで、一応対抗と。で、まあ、ライトオン Q は、まあ、実績では、ね、3番手ぐらいになると思うんですけども、やっぱちょっと G1 では足りないものなのかなっていう印象を受けたんで、ちょっと3番手にしました。はい。で、ニッキー・ブリランテはね、あの、競り合いになると強いね。うん。競り合いになると強いんで、まあ、中京 1200m はね、ゴール前競り合いになりやすいんでね、ちょっと面白いんじゃないかなって思ってます。で、マルタ・ゼディオスはちょっと戦利がどうかなんですけど、まあ、ハマれば強いものがあるのでね、まあ、一発来てもおかしくないなと思ってます。で、まあ、西雲コースはね、まあ、やっぱ中京コースでしか走れないんですよ、もう、この馬は。うん。やっぱ坂があるコースダメなんで、中山とか東京はダメなんですけど、やっぱ中京に限ればね、合うと思うんですよ。で、さすがに年齢的にきついし、まあ、衰えはね、あります。うん。なんですけど、まあ、去年のメンバーに比べたら、今年の方が落ちてるとは思うので、まあ、全てがうまく噛み合ったら、まあ、馬券内、ね、2、3着全然あると思うのでね、うん、まあ、ちょっと一応印つけました。はい。というわけで、ボンレス高島大先生の見解をご覧ください。どうぞ。はい。高松の宮記念の本命は、ダノンスマッシュにしました。まあ、このメンバーの中で、うん、1200m が一番今強いのはこの馬なんじゃないかなというふうに、思います。ただね、まあ、去年のレースとかを見てると 1200m が、まあ、ベストじゃないというか、うん、得意としてこなかった馬でも来るような展開もあり得るっていうのが、まあ、難しいとこかなっていう感じですね。まあ、ムーンはジョッキーが乗ってたとはいえ、香港スプリントも勝ってますんで、まあこれがね、オーシャンステークスとか、シルクロードステークスとか分かってくると、またあのね、ダノンは前哨戦がとか言われるわけなんですけど、まあ直行なんでね、まあいい状態で走ってくれるんじゃないかなというふうに思っております。続きまして、武田くんです。どうも武田です。はい、ということでね、高松の宮記念、
これがね、私の最後の動画になると思うんですけれども、最後ね、うん、予想してね、本当だったらね、K チャンネルのねメンバーとね、コロナがなかったら最後になんかやろうっていう企画を立てたんですけれども、まあこのご時世難しいということで、この動画をもって、終わらせていただきたいと思います。高松の宮記念、私の本命は17番サウンドキアラです。はい、ということで松山10期にね、もうね、うん、最後なんでね、多分松山10期に一番お世話になったのかな、僕のね学生時代の競馬のね成績的に言えば、うん、ということでね、最後もね、まあちょっと厳しい枠には入りましたけれども、松山10期を最後まで信じて最後頑張っていきたいと思います。ということで、3年4年か3年間か3年半ありがとうございました。以上でございます。はい、回目なんですけども、レシステンシアから3連服ですね、ダウンスマッシュ、ライトモン、キュー、ミッキー、ブリガンテ、マルターズ、デュオサ、セイウン構成に3連服流して計10点でいこうかなと思います。はい、投げてますと前日の直前になってしまったんですけど、まあよかったらね、なんかコメントなりなんなり待ってます。では次週大阪杯でお会いしましょう。それでは。